お父様、ご遺言は？ご遺言は？皆、お父様のご遺言をお伺いしたいと待っております。ご遺言状ならば、確かにこの古館がお預かりいたしております。ご遺言状は、佐兵衛翁のご意志によって、血縁の方がすべて揃われたとき、開封発表されることになっております。なお、それまでの間、犬神家の事業並びに財産の管理は、一切犬神奉公会で代行することになっております。ご臨終でございます。那須ホテルというのはどこにありますか？ああ、
の角を右へ曲がって最初の辻を左に折れて今度右へ曲がると右側の3軒目看板が出てます。あ、でもホテルなんて名前だけで古びた旅館よ。いや汚くて構わんのですよ、そこに泊まれって言われたもんですから。私そこの女中です。これに住所と名前を書いてください。近頃警察がうるさいんです。食事はどうします？会食券お持ちですか？うん、腹ペコなんだ。容疑者混んでね。あのね、会食券の代わりにこのお米で頼むよ。いつまでご滞在ですか？いや、それがね、どうなのかな。古館法律事務所です。あ、金大師さんですか。お待ちしておりました。はい、は、私が手紙を差し上げた若林です。お帰りなさい。はい、30分ぐらいでお伺いできると思います。は、詳しいことはその節。君、あれが犬神さんのお宅かね？ええ、この辺りじゃ犬神御殿と呼んでます。当主の左平さんって人は7ヶ月前に亡くなられたそうだね。ええ、それはもう立派なお葬式でした。なんといってもこの町のほとんどの人は犬神製薬のおかげで暮らしてるようなもんですからね。あのボートの夫人、犬神の人かい？玉代様です。犬神様のお身内の方ではないですけど、何ですか、犬神様の主筋とかに当たられる方で、それはそれは綺麗な人ですよ。そんなに美人かい？どれどれ、一つお顔拝見といくかな。お客さん。何だい？何の商売ですか、双眼鏡なんか持って。誰か！
この船、なんとか沈めないようにして岸まで持っていけないだろうか。後で調べてみたいんでね。誰かが船底に穴を開けてる。金田さんですか。ああ。お客さんがお見えになってますから、お通ししておきました。ああ、そりゃ。この人、知ってる？若林さんです。え？監視からすぐ来てくれ。じゃあ、他殺の線がはっきりしたのか。そう。署長。あ、いらっしゃい。金田一耕助という人に会わせてほしいんですがね。古館さんはご存知なんですか。いや、重要参考人のくせにふざけた男だね。職業はって問い詰めたら私立探偵。あなた探偵なんて知ってるんですよ。そうのようですな。あ？さっき東京の同業者に連絡して身元調査をしてもらったら、絶対に信用して間違いなしの探偵だと言ってきましたね。若林はあんたにこんなことを依頼したんですか。実はこの本と一緒にその手紙もらったんですが、手紙の中に近く犬神家の一族に容易ならぬ事態が勃発するのではないかと書いてあるんですが、何か起こりそうな気配があるにしても、若林さんはどうしてそれを知っていたか。そのことについてひどく確信があるようなんですが。思い当たることがある。はあ、何でしょう。私の事務所の金庫には犬神佐兵衛の遺言状が厳重にしまってあります。ところがどうも誰かに読まれた気配がある。若林さんがそれを読んだっていうわけですか。金庫を開けられるのは私と若林だけです。解剖の結果、被害者の肺臓から毒物が検出されましたよ。それで何か変わったことがあるんですか、その遺言状に。非常に
若林さんはなぜ読む必要があったんでしょう。金田一さん。ああ。若林に代わって私が改めてこの件に関して調査の依頼をしたいと思うんですが。そうですか。いや、助かりました。若林さんに死なれて宿の支払いなんかどうしようかと思ってたんですよ。遺言状の内容をなぜ発表できないんですか。遺言状に関係のある血縁者は9人に限られていて、その1人が欠けても発表できないことになってるんです。誰か血縁ではないが、もう1人佐兵衛翁と縁故の深い野々宮珠代さんが出席します。誰かが欠けてるんですか。長女マスコミ坊人の一人息子の助清さんです。助清さんは戦争に取られ、終戦後間もなく外地から便りがあったが、まだ帰ってないんです。ところが半月ほど前、突然博多に復員したという連絡があり、マスコミ坊人が出迎えに行きました。佐兵衛翁にはそのマツコさんの他にお子さん何人あったんです。佐兵衛翁は生涯正式の妻を持たなかった。だが生みの母をことにした3人の娘がいます。長女マツコ、それから次女のタケコ。タケコは東京に住んでいます。婿養子の虎之助は犬神製薬東京支店長です。助武と小夜子という2人の子がいます。お母様、それ松子おば様のおことでしょ。断りもなく使ったら叱られるわよ。それにしても松子おば様どうなすったのかしらね。助清さんが復員してきたからここへ来るようにと博多から電報で私たちを呼び寄せておきながら、自分は帰っても来ないんだから。今日で15日目よ。もともと好き勝手なことばかりしてる人だけどね。何かあったのかしらね。さよこ、お父様の、おじい様のご遺言は何よりも大切なことなんですからね。何日だって待ちますよ。あたしは。おい、助武。え、参った。いやー、全く参った。ほんの 2,3 日で片付くつもりでやってきたのに、こんなに待たされてしまって。でもさ、食料事情の厳しい東京よりこっちにいる方がいいじゃない、お父さん。ね。お帰りなさい。お帰りなさい。お、小吉君。今お帰りかね。ただいま。こんなに夜遅くまで本社の工場で何を探っていたんだね。お兄さん、おかしな勘ぐりやめてください。三女は梅子と言います。やはり婿養子の小吉は神戸支店長。助友は一人息子です。父さん遅いな。助友、小夜子さんとはうまくいってるの。ええ、母さんと父さんのためにね。おかしな言い方およしなさいよ。小夜子と一緒になれば彼女にも当然遺産の分け前はあるんだし、我が家の分と合わせたら相当な金高になるからな。そうでしょ。梅子奥様、お電話でございます。そうですか、わかりました。あ、今梅子が来ました。松子姉様から帰ってきたの。
さすが松子姉様、時間ぴったりですわね。竹子さん、梅子さん、出迎えはあなた方二人だけですね。ええ、おっしゃる通りにいたしましたわ。何事ですか？この人が佐清ですよ。これは清掃して一体どちらお出かけです？この中に遺言状が入っています。これから犬神家へ出かけるところです。じゃあ帰ってきたんですか？そう、昨夜突然にね。金田さん、一緒に来てくれませんか？僕が？もう先方の方も了解は取ってあります。若林の代理の者を連れて行くと言ったら少々承知しました。なんだか興奮して僕体がガタガタしてきました。お待たせしました。この方が金田一耕助さんです。さてこれから遺言状を読み上げますが、その前に松子夫人にお願いがあるのですが、そこにおられるのが果たして本当に佐清さんかどうか、いや決してお疑いするわけではありませんが、ちょっとお顔を拝見できれば。何ですって？それじゃ古舘さんはこの佐清を偽物だとおっしゃるんですか？そういうわけではございませんが、いかがでしょう皆様、このままでよろしゅうございましょうか？困りますね。梅子さん。はい。あなたどう思いますか？一度頭巾を取って佐清さんのお顔を拝ませていただかなくちゃね。ええ、もちろんですわ。
スケキヨ、頭巾を取っておやり。スケキヨはお国のために戦って戦場で怪我をしたのです。それでああいう仮面を作ってかぶらせているのです。私たちの帰りが長引いたのも昔のスケキヨの顔にそっくりな仮面を東京で作らせていたからです。スケキヨ、この薄情な人たちに仮面をめくっておやり。もうよい。古館さん、これで疑いは晴れましたか。ここにいるのは佐清に違いありません。母の私が保証するのです。さあ、早く遺言状を読んでください。わかりました。では、読みます。一つ、犬神家の全財産並びに全事業の相続権を意味する犬神家の三種の家宝、良き子と菊は次の条件のもとに野々宮珠代に譲られるものとす。何ですね、どうした相続権を珠代にですって。一つ、ただし野々宮珠代はその配偶者を犬神佐兵衛の三人の孫助清、助武、助友のうちより選ぶこと。その選択は珠代の自由なるも、もし珠代が三人のうちの何人とも結婚することを承知せず他に配偶者を選ぶ場合は珠代は相続権を失うものとす。一つ、三人が三人とも珠代との結婚を希望せざる場合、あるいは死亡せる場合は三人は相続に関するあらゆる権利を失い珠代は何人と結婚するも自由とす。一つ、もし珠代が相続権を失うか死亡する場合助清、助武、助友の順で犬神家の事業を継承し全財産は五等分され、その五分の一ずつを助清、助武、助友に与え、残りの五分の二を青沼菊野の一子、青沼静馬に与えるものとす。いかがですか。一つ、珠代、助清、助武、助友の四人が死亡せし場合は、犬神家の全事業全財産を青沼静馬が相続することとす。一つ、行方不明の青沼静馬の消息をつかみ得ず、あるいは静馬の死亡が確認され他の相続者も死亡したるときは犬神家の全財産並びに全事業は犬神奉公会に全納することとす。嘘です、嘘です。その遺言状は偽物です。犬神家の財産を横領するために財産を返ってお芝居の筋が当家の顧問弁護士として私が立ち会って、その遺言状は真っ赤な偽物。これは法律的に完全に生きています。
遺言状の精神は一字一句の間違いなしに守らなければならない。真実の娘が相続の対象にならないなんて、そんなの遺言でもなんでもないわ。あなた、それでも弁護士？血縁でない娘が財産を持っていっちゃうわけ？そうよ。これを認めたら私たちの今後のことは玉代さんの気持ち一つでどうにもなるのよ。泣くに泣けないわ。こんなバカバカしいことがありますか。みんな、玉代のことばかり言ってるけど、資産分配には青沼親子が大きな役割を与えられてるんですよ。おだわり、その話をおやめなさい。ことが家族じゃないの、なぜ？おやめなさい。お前だけじゃない、この俺もだよ。あなたまで興奮することはないじゃないの。お前は冷静でいられるのか。こういう時こそ落ち着くものよ。この助武が玉代さんと結婚すれば遺産がそっくり転がり込むことも考えられるわけだもの。悔しいけどさ。さやこさん泣かないのねえ。竹子姉様、今うちの人が計算してくれたんだけど、玉代が権利を失った場合、うちの助友一人に入る遺産は5億4000万なんですって。5分の1と言うてもバカになりませんが、神戸の目抜き通りに10階建てのビルが5つも建つ。君たちは甘いよ。その5倍のものを玉代が独り占めすることだってありうるんだ。さっきも言ったけどさ、どうして青沼静馬なんか権利あんの。そうですよ、あの遺言状はね、古館の言う通り、法律的に完全に生きてますよ。50を過ぎた父が自分の工場の菊野という女工に産ませた子なんかにも美大一も渡してたまるもんですか。菊野のことを気にかけてるなら、私たちの母親のことも考えてくれるべきです。そうよ。おい、静馬が生きてれば今いくつだ。助清さんと同い年ですよ。玉代も静馬も人の恨みで死ねばいいんだわ。危険だな。これでも運転歴は14年になる。ええ、玉代さんのことですよ。なんといっても犬神家の一族にとっちゃ玉代さんこそは目の上のコブですものね。あの人が生きてる限り、犬神家の相続者はあの人の意思一つで決まることになってるんだから。誰かが玉代さんを殺すとでも言えるのかね。その逆の場合もある。逆？そうです。玉代さんがあの3人が3人とも嫌いだったら、他に愛人があったとしたら、そして遺産を失うのが嫌だとしたら、あの3人に死んでもらうより方法がないんじゃないですか。だがね、玉代さんは何度も危ない目に遭ってる。昨日のボート事件は3度目だそうですね。加害者が自分を被害者に見せかけることはしばしばあるんですよ。あんたのような仕事をしている人はみんなそんなに疑り深いのかね。人間が冷血になりうるんや。いや、もうすでに冷血になってますよ。誰かが現に若林さんを殺してるじゃありませんか。ねえ古舘さん、若林さんがこの人のためならとそう思い込むような人はいませんでしたか。そういえば若林は密かに玉代さんを思ってたらしい。玉代さん、
この地方ではみんな戦争に出る前にこういう手形を絵馬や布地にをしてこのお社に奉納していったものです。つまり武運長久を祈る意味です。これを一体どうしようって言うんです？これであの奇妙な仮面をつけた男が本当に佐清かどうか確かめてみるんです。人間の指紋に同じものは二つとない。あの男に手形をさせこれを比べてみようというわけですよ。古舘さん、この手形は確かに那須神社に奉納されてあった佐清のものだという証人になってほしいんで来てもらったわけです。それじゃあまだあなた方はあれが佐清君ではないかもしれないという疑念が終わりなんですね。もちろんだよ。しかしお母さんのマツコ夫人があんなにはっきりと。あんたを奪って人を知らないんだよ。スケキオが死んでたら身代わりでも何でもこさえる人なんだから。これを考えついたのはあなた方なんですか？いや、神主さんからこんなものがあるがお役に立つならって連絡があったんですよ。よく気がつかれましたね。え、実は私もすっかり忘れていたんですが、ある人からここにスケキオ君の奉納手形があるはずだと言われまして。誰ですかその人というのは？珠代さんです。この時計覚えてらっしゃる？落として動かなくなってしまったのを直していただきましたわね。時計は戦争中に狂ってしまいましたの。でもこの時計を直すのは佐清さんを置いて他にないって復員してこられるのをお待ちしておりました。直していただけますか？開いてるよ。部屋ありますか？それじゃあおばさん、あなたは絶対に佐清君に手形を押させないって言うんですね。何度言ったら分かるんです。顔は変わっていてもこの子は佐清に間違いありません。しかしお姉様、それなら余計に佐清さんに手形を押させ、妙な誤解をされないようになさればいいと思うんですがね。梅子さん、あなたどう思う？賛成だわ。ここで生地拒んだら疑ってないものまで妙な気持ちになりますよ。佐清君、おばさんばかりが反対してるけど君のことじゃないか。君は押すのか？押さないのか？この子は仮にも犬神家総本家の跡取り息子ですよ。昔で言えば殿様とあんたたちの主人ですよ。それなのにこの子をまるで残忍でも扱うように。私は決してこの子にそんな汚らしい真似はさせません。この子は承知しても私がやらせません。佐清、来なさい。おい、逃げるのか？おい、ご覧くださいまし。宿帳の方をお願いしたいんでございますが。あんた書いてくれよ。え、私がですか？言うか。それは困ります。宿帳はお客様に書いてもらうものと、天保の昔から、いやもっと昔だったかな、決まってるんです。
それに終戦後の方、税務署の方がうるさくなりましてね、きちんとしておきませんと。どうしても私にかけておっしゃるんですか。実は私字は書けないんです。手形を押さないのはあの男が佐清じゃないからに決まってるわ。脅かさないでよもう。いや、開けようと思ったら勝手に倒れてしまったんだよ。なんだよ、びっくりさせんなよ。いい若いもんが字書けねえのかな。とにかく宿帳だけ落ちてきて。秘書君のあれお客だね。ああ、顔に傷でもあんのかな。座敷入ってもな、襟巻き巻きつけたまんまだぜ。宿賃大丈夫かね。怪しいもん。お出かけですか。こんなに遅くどちらへ。ちょっと。すぐ来てほしいんです。大変なことが起こったんです。若林の予言が当たったんです。何ですかあなたは。いやいや、ダメです、ダメです。金田さん。ああ、古田さん。とうとう何が言った。来てください。とにかく来てください。あの菊人形は猿蔵が作ったものです。亡くなった佐兵王の趣向で毎年作ります。今年のは九一方言三略の巻三段目菊畑の場なんですが、金田一さん、わかりますか。人形は犬神家の人々の似顔になってるんですね。生首は、あれは、殺されたのは佐武君ですか。発見者は誰です。猿蔵です。猿蔵。やめつくんだ。お母様、お母様、お母様、やめ、お母様、お母様、助けたけに、あの子にもう一度会ってきます。お母様、お母様、復讐してやる。私が犯人を殺してやる。竹子さんが狂ったように悲しむのも無理ないわ。でもどうして菊人形の首とすげ替えるなんて手数のかかることをしたんだろうね。応接間は
警察が当分使うんだって。なんだか気が落ち着かないわね。助武さんのあんなむごい死にざまにすっかり取り乱して、さっきの取り調べの時にはつい言い忘れておりましたけれども。何か。実は昨日あの仮面をかぶった助清さんが果たして本人かどうかということで。あの手形合わせの件ですか。ええ、であのそれを言い出したのはあの殺された助武さんで、で松子姉さんは怒って二人は激しく言い争いをしました。もしあの助清さんが偽物で、助武さんの疑いに危険を感じたとしたら。そうでございましょう、所長さん。それ考えると私怖くて怖くて。本当はこんなこと言いたくなかったんですけども、やはり所長さんのお耳に入れといた方がいいと思いまして。お、井上か。いや、それはどうもご苦労様でした。お引き取りください。何です。うちは揉めだよ。女うるさいな。大したことない。あ、所長、犯行の現場が分かりました。当家の展望台です。犯人は助武君を殺した挙句首を切り落として、胴体の方はこっから湖へ投げ込んだんだろう。一度湖水をさらってみなければなりませんな。あんた簡単に言うてくれますよ。この湖はそこの方から伸びた長いもぐさが女の髪の毛のようにもつれ合い絡み合っているんだから、もう一旦引っかかったら探しようがないんだ。あ、ところで古田さん、あ、助武君殺しも若林君殺しもこの犬神家の遺言状に起因している。したがって警察としては遺言状の内容を知っておく必要がある。遺言状を重要資料として提出してもらいますよ。いいですな。おい、鑑識の方は。今日は何人来てるんだ。あの、こんなもの落ちてたんですが。え？あ、このブローチご存知なんですか。は、誰ですか。これは確かに玉代さんの。玉代さん。しかし昨夜より前にここで落としたのかもしれない。ところが昨夜の手形合わせの席で玉代さんがこのブローチしてたのはっきり覚えてる。夏子夫人が私に。ええ。何ですか。例の手形をね、助清くんに押させると言ってるんです。それであなたにも立ち会ってほしいって。昨日あんなに嫌だって言っておきながら。変ですよね。あ、これで揃いましたね。これから助清に手形を押させますから立ち会ってもらいます。昨日は金輪際不見識な真似はいたすまいときっぱりお断りしたのですが、助武さんがあのような恐ろしいことになってしまった。しかもそれがまるで私と助清の仕業のように言われたのでは。あら、誰がそんなひどいこと言ってるんです。口に出さなくても腹で思っていれば同じです。それに助清も同じ思いらしく、今日になって自分から進んで押すと言ってくれましたから。これから
私が責任を持って警察の鑑識に依頼して照合してもらいます。これはあなたのもんですか？このブローチ、まあ、どこにありました？犯行現場にですよ。呼び出されるなんて今までなかったことだから半信半疑だった。この時計の裏蓋に助清さんの指紋がついています。え？奉納手形と照らし合わせてください。へえ、あなたが協力してくれるとは思わなかった。こんな疑いは一刻も早くはっきりさせておいた方が良いと思ったものですから、少し差し出がましいようですけど、偶然その時計についた指紋をご利用いただけたらと思いまして。明日早速調べます。あなたもあいつが本物の助教だと思ってるわけではないでしょう。ではおやすみなさい。玉屋さん、少し話していきませんか。でももう、あなたは一体3人の中で誰を選ぶつもりですか？昔から好きだったんです。財産なんかどうでもいいんだ。私今は何も考えていません。失礼します。玉屋さん。俺のものになれ。今度やったら殺す。それで私無我夢中で猿蔵に助けられて展望台を降りました。それだけですか？はい。お前か、警察に電話してくれたのは。岬で胴体を運搬したと思える犬神家のボートと死体を切断した凶器が発見された。ボートには犬神家の印がついてるらしい。ボートハウスの管理は猿蔵です。あいつはボートが一層紛失していることを事情聴取の時も喋っちゃいませんよ。これはボートハウスの鍵なんですけどね。生首の発見者も猿蔵だ。助武に最後に会った人物は玉代と猿蔵だ。さっきの玉代の供述もどうも曖昧だし、目撃者もいない。あの二人はどういう関係なんですか？猿蔵は亡くなった左平王が10年ほど前にどっからか連れてきて屋敷内に住み込ませた男だ。戦争にはあの屋敷から出征しているが身元がよくわからない。生前の左平王から、命に代えても玉代を守れと言われたと猿蔵自身が雇い人仲間に言ったことがあるそうだ。それじゃ玉代は殺せと言えば平気で人も殺しかねませんね。玉代と猿蔵か。よし、わかった。玉代と猿蔵が犯人だ。二人に尾行をつけろ。はい。
古舘さん。手形の鑑識は？まだですか？待ってるんですが。社長。ちょっと妙な聞き込みがあったんです。おい、店主。ここか。はい。その顔を隠した復員姿の男ってのはいつ頃出発したんだ？今朝の5時です。宿帳見せろ。え？宿帳。ああ、宿帳。なんて書いてあるんだこれ。山田三平。ずいぶん下手な字を書くやつだな。本人が書いたもんじゃないんです。お前書いたの？とんでもないの。家内なんです。いや、これはどうしてこんなとこいんだね。君は人間の考えることってあまり変わりありませんね。血のりのついたボートが乗り捨ててあったのが観音岬だから、その付近を調べてみようと歩いていたらこの宿屋に出くわしたんです。お話し中ですが、私ご用ございませんか？ない。はい。兵隊服の男の出現が事実だとすれば捜査一からやり直しだ。遺言状をめぐる内部の者の犯行だと思っていたんだが、こうなると外部の者の線もあり得るわけだ。復員者の山田三平は昨夜8時から10時までは確実にこの宿にいたそうです。その時刻はちょうど犬神家で手形を押すのを押さないので揉めていた時間です。ということは顔を隠した男が二人いるということになりますね。二人？お待たせしました。鑑識の藤崎鑑識課員です。手形の鑑定はついたそうです。藤崎さんです。さあどうぞ。はあ。それでは鑑識の結果をここで発表させていただきます。面倒な専門用語は避けてごく簡単に結論だけ申し上げますと、この2つの手形は全く同じものであります。したがってそこにいらっしゃる方が助清さんに違いないということは、この二つの手形が何よりも雄弁に物語っているのであります。皆さん、今のことはお聞きでございましょうね。ご異存になる方はございませんか？どなたもご異存はないのですね。つまりこの人を助清と認めてくださったんですね。古舘さんとそちらの方、ご苦労様でした。どうぞ、やっとだ。配給で手に入ったんですからね。もう結構です。タバコがお好きなようですね。ええ、マツコ夫人もタケコ夫人もお吸いですか？姉たちも吸いますけど、どうしてですか？いや、何でもないんです。お母様気が変になったんじゃないかしら。ご遺族もお疲れのようですし、今夜は半通夜ということで、皆さんこの辺で
引き取らせていただきましょうか。僕らも行こうか。そうね。玉屋さん、お話がある。紅茶いただけませんか。僕甘いものが欲しくなっちゃう。私の部屋へお入りになりません。いいわ、ここで。話って何でしょう。兄のことを聞きたかったのですわ。兄は殺される直前に玉代さんに会ったそうですね。何の話をなさったの。警察に一通りのことは言いましたから。実は兄のことはどうでもいいの。佐智さんはあなたの夫に選ばないでほしいの。兄が死んだので候補者はあと二人ね。そのうちの一人は目も当てられないような顔してるわ。私が心配するの無理ないでしょ。玉代さん、私妊娠してるのよ。そう、助友さんの子よ。玉代さん、もう一度言うわ。助友さんを選んだら恨むわよ。庭へ飛び出すのをちらっと見かけたけど。泥棒ね。何の声だ。死んでますか。いや、気を失ってるだけですよ。誰かに殴られたんですね。死亡推定時刻は午後11時から12時の間。死因は背後から胸部にかけて刺し貫かれた一突き。凶器は？ハサミのようなものと思われます。
ハサミ？それも肉の厚い植木バサミとか花バサミ。花バサミなら女か。女だ。すぐ持ち主を調べろ。犯人はそのハサミのようなものと首を切り落としたナタと二色の凶器を用意していたことになるな。別々の人間がハサミとナタを使用したとも考えられますね。一人じゃないってのか。いや仮説ですがね。ところで所長さん、死体の着衣から金時計出てきましたか。なかった。玉井は助武に確かに渡したと言っていたが、あれやっぱり嘘だ。あんな綺麗な人は嘘は言わんでしょう。あんな世の中の人間には2種類しかいない。悪いやつといいやつ。二度とこの辺に姿を見せないという約束をしたでしょ。また電話してきたりして。すまんな。すまんすまん。犬神の家はね、今蜂の巣をつついたようになってるのよ。あんただって噂で知ってるでしょ。お前も大変だな。分かってるんだったらこれ以上迷惑かけないでほしいわ。竹子さんや梅子さんだって未だに母親に仕送りしてるって話だ。人のことは知りません。これあげるからさっさとどこへでも行ってしまって。お前の言う通りにするよ。これが根性の別れとなるかも。元気でな。うん、とても美味しかったな。全部私がこしらえたのよ。何が一番美味しかった。生卵。ひどい。日清日露の両戦役、そして第一次世界大戦、つまり戦争のたびに犬神製薬は著しい躍進を遂げてますね。その秘密を知りたいんです。それは今度の事件と何か関わりがあるんですか。多分。古館さん、その犬神佐兵衛に書かれていない隠された事実を僕に教えてくれてもいいじゃありませんか。私も深くは知らないし、あんまり言いたくないんだよ。これ以上犠牲者が出てもですか。まだ殺人が起こるってんですか。断言はしません。しかし、ありえます。消しだよ。え？犬神製薬の基礎を成した者は妙な木や草の根に独特な調合を施した木薬です。中でも佐兵衛は必死に精通してた。おそらくこの土地に流れてくる以前の生い立ちに関係があったんでしょう。ともあれ23歳の若さで製薬会社を起こしたあの人が最初にしたことは消しの栽培だったようです。ご存知のように一部の消しの実からはアヘン、モルヒネ、ヘロインなどの麻薬を抽出することができます。普通こうした消しの栽培は禁止されているんですが、佐兵衛はある種の工作によって特別の許可を得たんですね。その麻薬を大量に買い付けたのが
当時の軍部だったんです。犬神の麻薬は戦場で爆弾や銃に匹敵する兵器として使われたんですね。不幸なことです。だが戦争というものはそういうもんなんでしょう。ところにいたんですか。随分方々探したんですよ。何かご用ですね。ええ、今所長と金田一耕助がやってきて、何か重大な話があるからすぐ集まってくれって言ってるんです。さあ。そうですか。それじゃあすいません。雇い人の証言によると、あなた松子夫人の花バサミを借りてますね。今お手元にありますか。そう、どうしました。あ、そういえば助武さんの通夜の席に切り花でもと思って探したけど見えませんでしたわね。その前日はあったんですか。助武君が殺された日です。花バサミがどうしたって言うんです。実は助武君を殺した凶器が花バサミと判明したんです。警察は私が犯人だって言うんですか。失礼な、もう許せない。まあ奥さん落ち着いてください。犬神家の殺人事件はもう那須の町だけではなく全国的に中止の的になっているんです。それがどうしたって言うんですか。我々の捜査に協力してほしいんです。私の人生は協力の指導士です。猿蔵さんだね、猿蔵さんだね。
さんは今豊畑村の空き屋敷にいる。知ってるだろう、犬神家の最初の屋敷跡だ。玉代さんは眠らされてる。すぐ迎えに行ってあげなさい。万事君一人で一刻も早く行きなさい。おはるさん、おはるさん。待ってたんだよ。ご苦労様、お腹すいたろ。どんどん食べなさいよ。君にこんな用事を頼んだりしてすまなかったね。しかし大学に先生がいてくれてよかった。すぐに会えた。このメモによると毒物の成分はアルカロイド系化合物に無水酢酸を作用させたものである、はあ、するとやはりタバコの中に毒物が混入されていたわけだ。それから奇妙な白色結晶が調合されておる。奇妙な。それについて具体的なことを先生おっしゃってなかった。気薬から取った成分らしいのですぐには分析できないそうです。ああそう。食べなさい食べなさい。ケシの実と関係のある毒物だとは言っておられなかったかね。ケシの実の毒性の主成分はモルヒネで、塩酸モルヒネが検出されたと言っておられました。ああそう。食べなさい食べなさい。どうしたの、食べないの。だって食べてる暇がないんですもの。あそう。お勘定してください。しかし助かったな。ホテルの馴染み客に薬学部の教授がいて、その人よく泊まるの。私が払います。いいんだよ。いいえ、自分で食べてもいいんだ。自分で払う主義ですから。いいんだったら探偵の経費で落とせるんだから。失礼いたしました。昨年ちょっと患いましてから症状が近くなりまして。さようですか。初めから引き直してよろしゅうございましょうか。どうぞ。死んだっていうのにおことなんか引いて。助友どこ行ったのかしら。遅いわね、うん、この毒物というのはタバコと共に吸うと即座に肺臓の血管を猛烈に刺激、膨張を出血させ窒息させる作用をするんだそうです。つまり毒物は胃の腑からではなく肺臓から発見されたんです。
若林さんは毒を飲んだんではなく吸ったんですよ。あんたそんなことを熱心に調べていたんですか。ええ。少し方向が違っていませんか。いや、これが今度の事件の解明の糸口だと思ってるんですがね。どこ行ってたの。スケキヨさんでいらっしゃいますか。復員されましたそうで、いろいろとご苦労されたことでしょう。申し遅れましたが、こちらにご不幸がおありだったそうで、お悔やみ申し上げます。恐れ入ります。世間というものはうるさいもんでございますね。新聞などでもあくどいことを書き立てているようで。私のように目の見えないものの方が雑事にとらわれなくて、かえって幸せかもしれませんね。ねえねえ、スケトモがまだ帰ってきてないんですよ。私も心配で。さよこさん、おはようございます。ねえ、スケトモがいないのよ、ゆうべから。そういえば私も昨日の昼過ぎから会ってませんわ。やはり警察へ届けましょうか。お前警察嫌いなんだろ。それとこれとは話が違いますよ。こんなとこに隠れたりすることはないわね。検視を始めてください。ここが犯行現場じゃないな。じゃあまた死体を動かしたんですか。ああ、よく見ろ、体一つ壊れてないからな。所長さん、琴の糸ですね。お、首に琴糸が、琴の糸で締め殺したのか。いや、偽装かもしれませんがね。菊の次がこととはね。何のことだね。スケトモさんが殺されたなんて信じられない。スケタケ君の時も最後に会ったのはあなただし、今度もそうですね。まずいな。警察ではますますあなたへの嫌疑を深めるでしょう。玉屋さん、念を押すようですが、助友君にボートの上で何か嗅がされた、その後のことは何も覚えてないわけですね。
て叫び声がしたような。え、人が争ってるような。だとすると助友君以外にもう一人いたわけだ。その人が犯人でしょうか。いや、まだ分かりません。所長さん、あなたの責任です。私を犯人扱いするのはバカなことしてる間に大事な助友が殺されてしまったのよ。どうして言われるんです。早く犯人捕まえてちょうだい。犯人は玉代に決まってます。軽々しく断定しないでください。捜査の妨害は困ります。あのね、あの娘の言ってることを信用してるんですか。助友が大臣、人に薬をかがしたりして乱暴するような子ですか。母親の私が一番よく知ってます。みんな自分の身を守るための玉代の作り話ですよ。しかし娘の手では死体を屋根の上に上げられるわけがない。サルゾウは、あいつがやったんです。嬉しいでしょう。本望でしょうね。助武さんも助友も死んで残ったのはあなたの助清さんだけ。あなたの思い通りになったんです。所長さん、助友さんの首に琴糸が巻きつけてあったというのは本当ですか。ええ、しかし実際に絞殺に使用したのはもっと太い紐のようですな。初めが聞くで今度はこと。つまり良きこと聞く。それがどうしたんですか。マツコ姉様、助武や助友さんの敵を討っていただくためにあのことをお話ししていいですね。私はもうこんな忌まわしい恐ろしいことに耐えられないので、恥ずかしいことですが喋らせてもらいます。私たち三人は三人とも母が違っております。生涯父の正妻になれず、ただその時々の男の欲望を満たす道具として父に飼われていたような三人の母でした。ところが五十の坂を二つ三つ越した父が、娘の私たちよりも若い青沼菊乃という女工を身ごもらせてしまったのです。その菊乃が男の子を産むと、父は犬神家の三種の家宝良き子と菊を与えてしまったんです。そんな無法なことがありますか。許せません。私たち三人は菊乃に思いを知らせ、家宝を取り返そうと親子の隠れている農家に行ったんです。今にその良きこと聞くで仕返しをするんだと叫んだことを、竹子夫人たちは今度の事件に関わりがあると思ってるんですな。しかし凄まじいことをやったもんだね。女がね、
欲ってのは恐ろしいね。時に古立さん、菊の親子の行方ってのはどうなってるんです？菊野は富山市の親戚を頼って家庭を持ったんですが、空襲の際に死亡しています。運の悪い人ですね。静馬の方は戦争に行ったらしく、それっきりぷつりと消息が切れてしまってる。よし、わかった。福井福の男は青沼静馬であり犯人だ。遺産を独り占めするために次々と殺人を犯しているのに違いない。おい井上。はい。すぐ指名手配だ。良きこと聞くの家宝は先々代の神官の野々宮大二さんが神社の守り言葉として考え出し、黄金製の良きこと聞くを作って神社の宝としていたものですが、犬神佐兵衛が事業を始めた時、大二さんがお祝いとして送ったものです。普段はこの神社に保管されてあるんですね。そうです。良きこと聞くと書いて良きことを聞く。この祝いの言葉が今は逆に呪いのために使われている。僕が案ずるのはまだ良きが残っているということです。というと、これ以上また殺人が起こるとでも？左平吾の出生地は不明です。国から国へと流れ歩いてこの那須にたどり着いたのは17の年だそうです。この神社の拝殿の床下で飢えと寒さのために犬のように倒れていたところを神官の大二さんに助けられたのです。それに犬神製薬創立の資金を出したのも大二さんです。野々宮大二さんと左平王は主導のちぎりで結ばれていた。つまり男色関係にあったということですが。あなたどこで？古立さんから聞き出したんです。そんなことが今度の事件と関係あるですか？大山さん、あなたは野々宮家と関係が終わりなんですか？ええ、まあ遠い隕石でして。ここの神官になられたのはいつ？もう15年になりますか。大山さん、これ以上の惨劇を繰り返さないためにも、野々宮家と犬神家の関わり合いについてどんな些細なことでも全て話してくれませんか？玉屋さんが左平王の本当の孫だって？那須神社の蔵にあった空びつの中に昔の踏み殻があったわけですよ。私も玉代さんの出生の秘密をしばらくは信じられませんでした。私は口が固く、このことはまだ誰にも漏らしていません。あなただけです。はあ、もともと私は古文書を読むのが好きなたちで、あなたは？あ、いえいえ、この空びつの踏み殻を調べているうちに第二さんと左平王の異常な関係の記録を発見したんです。野々宮第二さんは妻帯してましたが、女性に対しては完全な不能者でした。左平王が第二さんの寵愛を受けたのはそのためだったんですが、若き処女妻の春代さんと左平王はいつしか結ばれてしまったのです。二人の仲を知った大二さんは二人の過ちを不思議にも許し、不倫の関係を続けるように勧めたのです。大二さんという人はどうしてまたそんなことしたんだろう？それはですね、長く処女妻としておいた春代さんに対する贖罪の気持ちもあったが、世間体をはばかり妻を離別して
公然と佐兵衛翁に与えることをためらったのでしょう。佐兵衛翁の日記によると、そういう生活を大変苦しんだようです。佐兵衛翁は大二さんを尊敬しながら春代さんを心から愛した。そして二人の間に子供が生まれた。その子供の典子さんを大二さんは自分の子として入籍したのです。典子さんは養子をもらい、二人の間にできたのが珠代さんになるわけです。佐兵衛翁が珠代さんをあんなにまで愛し大切にしたのは本当の孫だったからなんですね。信州随一の巨人と言われた犬神佐兵衛翁にもあからさまにできない一面があった。古里さん、僕は今我々の前で繰り広げられている一連の殺人事件は佐兵衛翁がやらせているような気がしてならないんですがね。金田一さん、佐兵衛翁は7ヶ月前に死んでるんですよ。どうしてそんなこと。そうですね、はあ、確かにおかしい。僕はどうかしてるんですね。生涯ただ一人本当に愛した女性が恩人の妻だったという。佐兵衛翁の鬱積した感情は金、女、権力、人間のありとあらゆる欲望を貪り食い散らしたんでしょう。そのために踏み潰されていった人たちは少なくない。菊野さんも松子さんたちの母親たちも。松子へ、さあもううちの中へ入り。いつまでこんなところに立ってたって別れは尽きないよ。おっかさんのこと心配いらないさ。旦那様のたっぷりとお金くださったからな。それじゃ行くよ。早く大きくなるよ。あ、そうだ、古舘さん、マツコさんの母親のことをご存知ですか？私はこの7、8年会ったことがありません。大山さんはつい最近この町で見かけたと言っておられましたが。お園さんと言ったかな。山一つ越した村に弟が継いでいる実家がありますが、そっちにもあんまり寄りつかないようです。玉代さん、決心はついたわね。助武さんと助友さんがあんなことになってしまった今、あなたが結婚する相手はこの助清しかいないのよ。さあ最後の返事を聞かせてちょうだい。なぜ黙っているの？あなたにはもう他に道はないのよ。お断りします。 なんですって。あなた、自分が何を言ってるか分かっているの？スケキオとの結婚を拒んだら、あなたは遺産に関する全ての権利を失ってしまうのよ。それでもいいの？玉井さん、なんとかおっしゃい。おばさま、この人はスケキオさんではありません。スケキオ、
母さん。スケピオです。置いてたんです。ずいぶん探したのよ。母さんはね、お前と落ち着いて話がしたいの。お蔵の中がいいわ。お前が私と息子じゃないなんて。玉屋の言ったことは嘘だよね。母さんどうかしてるんだ。スケキよ、なんとか言ってちょうだい。玉代が言ったことは本当だよ。あんたの大事なスケキヨさんはとっくにどっかに消えちまったよ。お前は一体誰。そう、青沼しずま。あんたとあんたの妹たちに痛めつけられ、責めさめさいなまられた青沼菊乃の息子静馬さん。おふくろが死んだのは俺が9つの時だ。最後まであんたたちを呪っていた。この犬神一族をな。俺は自分に誓った。必ず復讐してやる。おふくろの恨みを晴らしてやるんだ。妙な因縁じゃないか。借り出された戦場で俺はあんたの息子のスケキヨに出くわしたんだ。ビルマンの戦線さ。恨みも恩も水に流そうと言って俺は奴に近づいた。顔も性格もよく似ていた俺たちは結構うまくやってたぜ。いい奴だったよ、あんたの息子は。戦争がひどくなって俺たちの部隊は離れ離れになった。奴の部隊は全滅した。俺も顔にどえらい傷を負って死にかけた。声も、犬神一族への恨みだけがその時の俺を支えていたんだ。俺はスケキヨになり変わって犬神家を乗っ取ってやろうとその時決心したんだ。面白いことしてるわね。私も仲間に入れてよ。死体はやっぱりスケヒオ君かね。そうだ、斧で頭割れてるんだよ。
とうとう犯人はあんた、よきこと聞く三つの殺人を完成させやった。もう また佐清君が殺されてしまった。君はどこ行ってたんだね。まあどこ行こうと構わんがね。所長、被害者の右の手形と指紋取ってくれませんか。君もか。さっき玉代さんも同じこと言ってたよ。玉代さんはこの間取った手形は確かに奉納手形と一致してたんだろう。そこなんですよ問題は。分かった。それが妙なんです。奉納手形とは全く別物です。おい、じゃあ被害者は犬神佐清じゃないっていうのかということになります。すり替わったんですよ。何？あの仮面を巧みに利用して本物と偽物とがすり替わっていたんですよ。じゃあ今朝の逆立ち死体は何者なんだよ。静まってことになりますね。そうか、よし、わかった。柏屋に泊まった復員服の男が犯人だ。もうみんな僕を殺したんだ。私、僕は追われてる。おそらく逃げおすことはできないだろう。覚悟はできてる。一度は戦争で捨てた命、いつ死んだっていい。ただその前に僕はもう一度君に会っておきたかったんだ。たまよ、君はこんな犬神の家なんか捨てるんだ。何もかも忘れてやり直してくれ。いいね。つけてきたのか。
久しぶりだな。お前が怒るのも無理はない。僕のために玉屋さんが人殺しの疑いをかけられたんだからな。しかしもう心配いらないよ。僕は間もなく君たちの前から姿を消すつもりだ。何をするの。したりして申し訳ありません。さっきスケキヨ君が現れたそうですね。これをスケキヨ君が。どうぞ読んでください。私の手からは警察には渡せません。連続殺人事件の犯人は全て私犬神スケキヨである。以上告白す犬神スケキヨ。スケキヨ君はおそらくあなたに別れを言いに来たんでしょう。私もそう思います。玉代さん、あなたは湖の死体がスケキヨ君でないことにも気づいていましたね。他の誰を見間違えてもあの人、スケキヨさんを間違えたりはします。これ預かっておきますよ。サルゾー、何かあったの？スケキヨさんのこと。確かにこれは君が書いたんだな。君は静馬を脅かして助武助友の殺害を手伝わした。遺産相続の暁には相応の謝礼を支払うという条件でね。そうだろう。そうです。その静馬を殺したのは謝礼に絡む揉め事でも起こったのか。いえ。え？それじゃあ静馬は最初から殺すつもりだったというのか。そうじゃないでしょう。あなた逆に静馬に脅迫されたんでしょう。ねえ助清君、あなたが全ての事件の犯人だなんて不可能ですよ。例えば若林さんの場合ですがね、若林君が殺されたのは9月の19日でしたよ。いや、それはあなたはこの町へ若林事件と僕とは関係ありません。20日でしたね。僕が告白しているのは犬神家の3人のことです。署長さん、今の助教君の言葉をお聞きになりましたか。助教君は暗黙のうちに柏屋が現れた福音服の男が自分であることを認めたんですよ。博多へ福音してきた時、君は犬神家偽物のスケキヨが入り込んでることを新聞で知ったんですね。そこで君は誰にも知られないうちにその男と入れ替わり、穏便にことを済まそうと思い、顔を隠してひとまず柏へ落ち着いた。そしてその夜10時頃、柏屋を出た君は密かに犬神家へ忍び込んで偽のスケキヨを呼び出した。君の思った通り、偽スケキヨは青沼静馬だった。ところが静馬は顔に大怪我をしてゴムの仮面をかぶっていたので、人知れず入れ替わろうとした君の目論みは崩れてしまった。
そこへ助武君が現れたんで君たちは隠れた。ついで玉代さんが来た。それから後のことは玉代さんが供述した通りです。そして玉代さんと猿蔵が去った後で殺人が行われたわけですが、君たちはそれを目撃した。つまり助教君、あなたは犯人をはっきりと見たんだ。君、この男は犯人じゃないっていうのか。あなた、その犯人をかばうために告白書を作り、こんな行動をとってるんだ。そんなことは隠し寄せることじゃない。それにあなたが真実を語ることの方が犯人の救いになるんじゃないですか。その人はマツコ夫人ですね。金田一です。どうぞ。失礼します。何かご用ですか。湖の死体がスケキオ君じゃなかったことはご存知ですね。ええ、昼前警察から連絡がありました。松子さん、警察はスケキオ君を逮捕しましたよ。スケキオ、どこにいるんですか。スケキオ君は犬神家の一連の殺人事件の容疑者なんです。バカバカしい。スケキヨが人を殺したりなどするものですか。その通りです。スケキヨ君じゃありません。犯人はあなたですね。何を根拠にそんなことをおっしゃるんです。遺言状の内容を若林さんに探らせたのもあなたです。私が。若林さんは一旦はあなたに買収されたものの、遺言状の内容が内容だけに怖くなって僕に助けを求めてきたんです。お黙りなさい。大体その発覚を恐れてあなたは若林さんの口を封じた。あなたは何の権利があって人の家のことに首を突っ込むんです。警察の人でもないくせに。第一、あの人が死んだ時私は博多行ってたじゃありませんか。その通りです。僕はそれに引っかかったんだ。犯人が必ずしも被害者の身辺にいなくてもよい犯行だってある。若林さんが死ぬのがいつでもよい場合、犯人はある種の毒物の混じった品を渡しておいて自分は遠くにいる。それに遺言状の内容を知ってれば発表の時あんなに驚きはしませんわ。実は僕は昨夜岩木村へ行ってあなたのお母さんにお会いしたんです。犬神佐兵衛のことを知りたいということのほかは他意はなかったんですが、そこで聞いたんですが、お母さんはあなたが若林さんにタバコを渡しているのを見たというんです。
小遣いをせびるためにお園さんはあなたを追い回していた。あなたが博多へ出発する日、那須の駅で。あの人、縁を切ったのも同然です。私の母でも何でもありません。そんな女の言うこと、誰が信用しますかね。あなた若林さんの次に、助武君殺害しましたね。あなたあの夜展望台の物陰に助清君が潜んでいたことご存じないでしょう。助清ですって。ええ、静馬と二人で。あなたが去った後、静馬は助清君に、お前の母の殺人がバレないようにしてやるから自分の言いなりになれと強要した。その時から助清君は青沼静馬の奴隷になり下がってしまったんです。力で首は切れんからな。翌朝菊人形に据えられた助武君の首を見て一番不思議に感じた人はおそらくあなたでしょうね。真犯人の知らない事後共犯者がいて殺人の後始末をしていたのがこの事件の特徴といえるんです。あなたと武子さん梅子さんの兄弟は遺産相続人から外されていた。そこであなたは自分の息子の助清君を玉代さんと強引に結婚させ遺産を独り占めしようとして殺人を決行した。しかしあなたはその玉代さんが左平王の本当のお孫さんだということをご存知ですか。玉代さんのお母さんの典子さんは左平王と野々宮春代さんとの間にできた子供だったんです。僕はこう思うんです。あなたは左平王の望んだことをあなたの手で実行してしまったんですね。玉代は野々宮家の孫じゃなかったなんて、そんなそんな。スケキヨに、スケキヨに会わせてください。
よくまあ無事で。お前の部隊がビルマの戦線で全滅をしたという知らせを聞いた時、母さんは一時はもう生きる張り合いも失った。だけどお前だけは死ぬものか、いや死なせるものかと念じ続けていたんだよ。私の祈りがきっと通じたんだね。こうしてお前と会えた。5年ぶりね、雨の中を松本の連隊まで送っていった日のことは忘れはします。スケキヨ、生きていたのにどうして早く帰ってきてくれなかったの。自分の失敗で部隊を全滅させてしまった僕はとても日本へ帰る気持ちにはなりませんでした。私は博多でお前恋さんがとんでもない誤りを犯してしまった。それが静まだったばっかり許してちょうだい。偶然です。恐ろしい偶然です。恐ろしい偶然が何度も重なったんです。松子姉さんが犯人だなんて、そんなこと信じられない。所長さん、もっとちゃんと説明してくださいな。いや、私は決して興奮して言ってるんじゃないんですよ。ただあまりのことに驚いて、恐ろしくて腹が立って言葉も出ないくらいなんです。梅子さん、あなた黙っていられんの？あなた、私よりももっとひどい思いをさせられてるじゃないの。松子姉さんだってこうなれば不幸だわ。どうしてこんな目に遭わされなければなんないの、私たち兄弟は。ママ、気を沈めてください。松子奥さんを金田一さんに説得され、助清君とも会い、やっと落ち着かれたようで、まあ、私たちと会おうというお気持ちになられたのだと思います。皆さん、すべてが偶然の集積でした。しかしその偶然を巧みに長にかけ、一つの筋を織り上げていくには、並々ならぬ知恵がいる。静馬はそういう知恵を軍隊時代に習得したのだと思います。戦場ではきっと必要だったのでしょう。手形のことで偽物であることがバレるかと思った静馬は、助清君にあくる日の夜まで入れ替わることを命じたのです。助清君はゴムの仮面をつけ屋敷に残り、静馬は復員姿になって首なし死体を湖に運びました。その後、静馬は観音岬にボートを乗り捨て、柏屋へ助清君の代わりに泊まりに行ったのです。翌日、手形比べがあったわけですが、本物の助清君だから手形が同じなのは当然だったのです。その夜、助清君と静馬は再び入れ替わりました。あの日まで私も偽物ではあるまいかという疑いがふいっと頭をもたげることがありました。それだけにぴったりと手形があった時の私の喜び、たとえ一時でも我が子を疑ってすまないとさえ思ったのです。あの晩はお琴の師匠を呼んでました。何かが起こるとき、私自身を失ってしまう。
私以外の何者かが私を動かす。秋屋敷で助京君と争った助友君は心も体も傷ついてこっそり帰ってきたところだったんです。それをまた助京君と静馬が屋根に。そうです。どうして猿蔵に電話して玉代さんを引き取らせておきながら犬神家に戻ってきたんだね。玉代さんのことは心配だったからです。琴の糸を巻きつけたのは静馬が三種の家宝の呪いだから、菊の次は琴の糸を巻きつけろと言った。しかしあの時の松子夫人の供述によると、その時間松子夫人はお琴の稽古をしていたということになってる。琴の師匠のうちで聞いたんですが、四五年も琴の修行しておりますものなら、琴の音色の乱れを聞き分けるぐらいのことはできます。ご不幸があったにもかかわらず、琴の稽古に呼ばれましたのが、まず私は変だと思いました。はじめはきちんと弾いておられましたが、中座して戻ってこられた後、私はすぐに奥様が人差し指に怪我をしていらっしゃる、しかもそれを隠そうとして痛さをこらえて琴を弾いていらっしゃるのに気がついたのでございます。俺は助京に成り代わって犬神家を乗っ取ってやろうと、その時決心したんだ。この家のものは一つ残らず俺のものだ。玉代も遺産も何もかも買ったんだ。俺は犬神一族に買ったんだ。蔵の中の静馬の死体を崖から湖へ投げ込んだのは君か。
梅子さん、許してちょうだい。私にはこの道しかなかったのよ。父は自ら私たちに愛されないような自分を作り、私たちもそんな父を憎んだ。だけど結局その父の怨念から逃れられなかったのよ。助武の通夜の晩に玉江さんの部屋に忍び込んだのは誰だったんだ。無論静馬ですよ。何のために。後になって玉江さんの計画に気がついたんでしょう。指紋のついた時計を取り戻すためだったんです。時計は助武君の死体からは出てこなかったんだよ。私は指紋のことなど知らなかった。時計は倒れた助武さんの胸から滑り落ちたの拾ったんです。助武君の場合でも助友君の場合でも自分の犯行をくらまそうという考えはなかったのかね。私はあの二人さえ亡き者にすればよかったんです。その後で捕まろうが死刑になろうが、そんなことはどうでもよかったんです。所長さん、助清は刑に問われるでしょうね。やむをえんでしょうな。いかなる理由があるにせよ、共犯、事後共犯の罪がありますからね。ひどく重いのでしょうか。さあ、まさか死刑になるようなことは。そんなことはありません。情状酌量の余地も十分ありますし。玉代さん、あなた、助清が刑を終えて出てくるまで待っていてくれるわね。お待ちします。助清さんさえお望みなら。そう、よかった。玉代さんのボートに穴を開けたりしたのも遺言状の写しを見たあなたがやったのですね。スケキ、玉代さんを父の怨念からトイトイより、しまった！しまった！タバコだ！若林さんを殺したのと同じ毒がこのタバコに仕込んであったんだ。大さんによろしく。は？じゃあ行ってきます。まだ早いんじゃないかな。礼金の3,500円と、必要経費の427円です。頂戴しますね。
改めさせていただきます。どうぞ。金田一さんのおかげで助かりました。確かに。では領収書を。え、いや、あれ、それはいいんです。ではいけません。ちょっと拝借。あ、どうぞ。それから、これはほんのわずかですが、私の感謝の気持ちです。受け取ってください。とんでもありません。そうおっしゃらずに。いえ、いただけません。どうかその、誠に不思議な事件でした。警察の通り一遍の捜査だけではとても解決しなかったでしょう。あなたのおかげです。いや、僕はもう少し早く糸口を探し出していれば五人の死者を出さなくても済んだんではないかと申し訳なくさえ思っているんです。どうぞ堪忍してください。そうですか、残念ですな。あ、所長さんや玉屋さんやホテルの女中さんが時間に駅を送りに行くと言ってましたよ。え、もちろん私も行きます。よかったな。僕は見送られるの苦手なんですよ。困ったな。予定の列車より早いの何時でしょうか。そんな、あなた、おっとっと。あ、もしもし、古館事務所です。あ、どうも。僕駅で調べます。そちらで何とかなりませんか。それでは、いろいろお世話になりました。あら、お前も金田一さんを見送りに行くの。あの人のこと忘れられない。お、お出かけですか。駅へちょっと。消防署の連中がもうすぐ来るんですがね。またしとけ。上り上野行き